サンデュリークマイナス69度202とは銀河系外の大マゼラン雲に存在する構成でかつてミエレン星だった天体。名前は1970年にルーマニア系アメリカ人天文学者のニコラス・サンデュリークが作成した大マゼラン雲の星表に記載された際のものである。略表記の SK マイナス69-202や 別のカタログに基づく CPD-69402、GSC09162 から00821といった名前でも呼ばれる。1987年、構成する天体の一つが超新星爆発 SA 九 1987A を起こしたことで知られる。サンデュリーク -69 度202は、太陽系から16万8000光年離れた。 大マゼラン雲のタランチュラ星雲内に存在する。この星雲は直径650光年の超巨大非領域で星の形成が活発に進んでいる。SK-69-200 にはこの星雲付近に多数存在する大質量星の一つだった。三重連星のうち最も明るい恒星位1は地球から12等星として観測されていた。 スペクトル型 B3i の非常に明るい青色超巨星で、高度は太陽高度の10万倍に相当する1038エルグ秒と推定される。もともとは太陽の20倍の質量を持つ主系列性だったが、質量放出によって水素の外装の一部を失い、爆発までに質量が軽くなっていた。原生系に含まれる他の2つの天体も、 高音の大質量天体だが、明るさは、構位1に及ばない。これらは、構位1から2.9秒と1.6秒離れた位置にあり、双方ともスペクトル型 B 型の主系列性と考えられている。1987年2月23日、超新星 SN1987A が発見され、ここ400年の間に観測された、 超新星の中でも最大級の明るさに達した。すぐに、サンデュリークマイナス69度202の構成1が爆発を起こしたらしいことが突き止められ、実際にこの星が構成2と構成3を残して消え去ったことが確認された。超新星前にもサンデュリークマイナス69度202の観測は行われていたが、爆発を予期させる異常な現象は見つかっていなかった。 当時のモデルでは超新星爆発は赤色超巨星が起こすものと考えられており、SK-69-202 のような高温の青色超巨星が爆発したことは驚きをもって受け止められた。爆発時の SK-69-202 が青かった原因としては質量放出に伴う外装部の喪失や手元その欠乏、近接した連星の影響といった説が提案された。 構成置があった位置には超新星後に三重のリングを持つ超新星残骸が形成された。ハップル宇宙望遠鏡は構成が爆発に2万年先なって放出していた物質に超新星の衝撃波が追突する様子を撮影した。中心には新たに中性死亡死が誕生したと予想されたが2005年までの調査では発見されなかった。 中性子亡死が想定以上に厚いダストで覆い隠されたか、あるいはよりコンパクトなブラックホールに崩壊した可能性がある。ありがとうございます。